どうも、パーチでーす。今日は第5回目の探せですよ。今回探してきてもらうのは、ルークでーす。今回はですね、コメントいただいた小田切無常さんの息子さん、ケンザンくんからのリクエスト、ルークを探せを作ってくださいとのことだったので、今回やってみましたよ。おやおや、嬉しいね。でも僕隠れるの上手だからね。見つけられるかな？それではご覧ください。どうぞ。ちょっと勝手に始めないでよ。今回も5問だよ。頑張ってね。さあ、第1問スタート。どこまでわかったかな？1問目はね、結構簡単だったでしょ。お顔丸見えだもんね。そうそう、そこそこ。さあ、2問目に行くよ。うわー、これは葵くんが作ったボルダーのお家だってさ。さあ、ルーク、どこにいるかな？そこまで。意外と難しかったんじゃないかな。ここです。片目しか見えてない。鬼太郎みたいじゃん。これは見つけられなかった人も多いんじゃないかな。さあ、超簡単な3問目スタート。ここまで。どうかな、意外と雲に混じってわかんないかなと思ったんだけど、ここここ。みんなどうだった？見つけられたかな？簡単だったって？マジか、失敗した。さあ、4問目。こちらも結構難しいよ。頑張ってね。どこまで。ルークは実はこんなところにいたんでした。はは、難しかったでしょう。さあ、最終問題5問目はお家の外についに飛び出しましたよ。超超超激ムズ、用意スタート。そこまで。はい、図書館でいろんな色がある本棚の中に混じってました。これは見つけられなかったんじゃないでしょうか。これ難かったよね。最近分かったんだけどね、 iPhone で作ってるんだけど、 iPhone で見ると難しいんだけど、大きなテレビで見たりすると結構簡単だったりするのね。さあ、5問正解できたかな。おやおや、完璧に隠れてたから誰も僕のこと見つけられなかったんじゃないかな。今回も全部見つかっちゃったみたいよ。はい、ルークを探せ、楽しかったでしょうか。第6回目はヒロを探せ、お楽しみにしていてください。それではまたご覧ください。バイバイよー。